俺の区間はは AWM いどうもお疲れですえ今回はですね、電動のガチャあるじゃないですか。あの電動のガチャの方にサイレントでですね、アイテムの方が追加されているらしいので、まあ、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。 はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、ガシャの方を開いていきましょうか。こちらの電動の方ですね。まあ、このですね、電動の、まあ、普通にそのアイテム一覧の方にはないんですよね。こっちの方ではないんですよ。こっちではなくて、ま、あ電動ショップの方、交換の方ですね。こちらの、 痩せえな。こちらのですね、まあ、ピースショップの方ですね。ピースショップの方に新しくですね、沢城美きさんの SC ボイスっていうのが追加されているんですよね。今までなかったパターンのビクトリア、ビクトリアスの SC ボイスですね。まあ、これが追加されておりますね。ピース一つの方でですね、まあ、交換できるような、マ、まあ、スキンという風になっておりまして。まあ、結構ね、あの、ピースのかけらの方、まあ、余っている方っていうのもいらっしゃると思いますから、まあ、交換されてみるといいと思いますね。僕も最初、その、今日ですね、ガチャの方を回して、まあ、ゲットしよっかなっていう風に思ったんですけれど、 よう要考えたらですね、僕リスマラで結構ね、この欠片たくさん持ってるんですよね。もうなんか別に大型ゲットしたところで使わんし、まあ、今回はそのリスマラアカウントを活かそうかなっていう、こういう時に活かさんかったら、まあ活かす場所ないですからね。まあですので、ちょっとまあ一回ですね、リスマラアカウントの方に入り直してこようかなというふうに思います。はい、というわけで、まあちょっとね、あの、このキャラクターの方が守ってるんで、まあこのキャラクター使ってですね、ピースの方を早速交換していきましょう。電動のショップの方ですね。まあこちらの、 犠牲なぁ、もう、これうるさいって、ここまでですね、え、沢城美ゆきさんのやつを交換していきますね。いや、これね、ほんとリサマラ便利っすよね。自分で言うのもあれですけれど、ね、もういや、あと、普通にまとめますね。僕はもう喋らないんで、声一覧というわけで。ま、声気になる人とかは聞いてください。面倒な敵に会ったら、助けを求めなさい。恥ずかしがらなくていいわよ。いい成績を出せたら、私にご褒美、おねだりしてもいいのよ。みんな調子いいわね。 今回の勝利も私たちのものね。あらあら。そろそろ本気出さなきゃね。高価地点をどこにするか決めましょうか。今日勝てるに一票。すべて把握済みよ。心配しないで。強い敵と戦うほど、己の成長が見込める。そうでしょフレンドになってくれるかしらボイスをオンにして声を聞かせて。どこへ行きましょうか物資を交換しましょう。鳥獣をもらえるかしら。 弾薬をもらえるかしらスコープをもらえるかしら薬をもらえるかしら新人なの。ご指導を頼めるかしら女の子には優しくね。いい子にはご褒美あげちゃうかも。あら、暴発しちゃった。ごめんなさいね。うん。ネット接続が悪いみたい。助けが必要だわ。え、助かったわ。助けに、来ない。 ありがとね。私のミスだわ。反省しなきゃね。どうもい。いいじゃない。あら、優秀ね。グッ o d g a いいセンスしてるじゃない。どうぞよろしくね。了解よ。それはできないわね。はい。みんな集合。目標地点へ移動ね。ついてきなさい。こら、待ちなさいよ。安全地帯へ入るわよ。ほら、早く乗って。ちょっと、待ちなさいよ。運転するわ。運転頼めるかしら。ストップ。まだ撃っちゃダメ。 一緒に突撃するわよ。カバーは任せなさい。耐えてね。裏から叩くから。援護を頼めるかしら。別れて行動しましょう。隠れて。室内へ早く入って。周りに注意して。待ち伏せするわよ。遮蔽物を探すのよ。しっ。バレないようにね。ユリね。このまま攻めるわよ。不リね。撤退するわよ。目標地点を攻撃よ。目標地点を防衛よ。安全地帯を死守するわよ。橋を見張るわよ。戦いを避けて、上位を狙うわよ。 野外で遊撃戦と行こうかしら街に入るわよ。怖がらないでね。敵を見つけたわ。残りの敵に注意よ。敵車両よ。車を探して。ガソリンが切れたわね。他の車探しましょう。ここは安全ね。安全地帯が縮小してるわ。あら、エアードロップね。ここに物士があるわ。ドアを開けたわ。 う、はい、ことで今回も皆さんの疑問や質問に応していこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。自分の中マイナス金券なったと。そうなんですね。ま、あの、理由を書いていただかないと僕もなんとも言いようがないですね。で、次ですね。一六のオレンジ枠だったのが金枠になったのって得したのかなと。まあ、持ってる人は得なんじゃないですか。まあ、あれリアリティ変わってもね、まあ、入手難易度は変わってないんで、まあ、そんななんかま、すごくいいってわけじゃないんですけれど、まあ、どうせやったら金枠の方が嬉しいじゃないですか。これっていいんじゃないですかね。別に今、入手するのがですね、独物難しくなっているってわけでもないですしね。うん 結構まあ、ツイッターとか、あと YouTube のコメント欄とかで、まあ、そうやってリアリティ変えるのはどうなのみたいな感じで、つくコメントとかもありましたけれど、うーん、いいんじゃない <laughs> なんかそんな、言うほどのことでもないかなっていうのは思ったですね。結構まあ、なんか他のゲームで、キャラクターが強化されたりみたいなことってよくあるじゃないですか。まあ、それと一緒なのかなって思ったんで、よっぽどそれでですね、性能が変わったみたいな、あったらダメな時もあるかもしれないですけれど、別に性能は変わらないですからね。で、次ですね、今度は七夕のやつが来ていませんと、スイッチ版の方、来てないらしいですね。七夕のガチャ、リニューアルも来て ないですし星月の16のやつもまんままにななななっっっっててててていいいいいいるるみたたいよいよそこは切ってくののかかううが、まあ見えてきぁうう、まあ、ちょっと見てて思いますね、スイッチ版。ま対、あ、して、まあ売り上げも上がってないでしょうしね。スイッチ版でそうやって、まあ例えばコラボレーションが来ないとか、ガチャがきちんとですね、実装されないってこと、まあ最近はものすごく増えてきましたし、もともとその課金して、ガチャ回してもらえるっていうのがですね、あんま見込めないようなところやったんでしょうね。中国運営、中国の会社って、儲からないって分かったらすぐ辞めますからね。 ここはまあフットワークは軽くててててててていいいいいいいんででですすすけれどまままあ同時にここここううううややっっっっ損食う人も出きしししねゃゃここゃななななちかかとめろじ実際どのゲームでもスイッチでアイテム課金をしようって人は全体的に少ない傾向にありますもんね。他のゲームでも結構やっぱりスイッチでプレイしているユーザーってのはやっぱり定年齢層が多いですから、フォートナイトとかでもどっちかっていうと課金しないプレイヤーとかが集まりがちですもんね。フォートナイトぐらいですね、まあ世界中でプレイされているゲームやったらある程度ですね、売り上げっていうのがですね、まあ担保されていると思うんですけれど、まあ日本だけの ゲームっていう風に考えるとコ野コードはちょっと厳しかったのかなってのは正直思いますねスイッチ版でガッツリ課金取りはスマートフォン版の方で課金するよねっていう風になっちゃうと思うんでまあそういう流れになるよなっていう風には正直思ってますねで次ですね課金ガチャでスプレー戻ってるのないワード戻りましたね今回栄光物資の方にスプレー入りましたねなんで今更スプレー入れたんですかねなんかまあ謎な感じですけれど今後使わせるつもりなんですかねスプレーを今までなかったんですけれど復活していてうんみたいなまあ、チケットで買うもんですからねスプレーってだからこそチケット の価値まあ、スプレーをね、消させたのって、銀杏さんだったんですけれど、銀杏さんの案が却下されているってことは、で、次ですね、コアの課金面プロデュース力が他のソーシャルゲームに劣っている気がするから、いつか他の中華日に後ろから刺されそうと、まあ、プロデュース力というか、まあ、コア行動運営って、マネタイズしか考えてないんだなっていうふうには、まあ、見ていて思いますね。はい。まずお金を見ていって、そこから別の部分を見ていくみたいなですね。まあ、その中長期的な考え方ってのは、まあ、あんまないんかなっていう。いろんな とのの案がが出されて誰のやつが通すかみたいなそういう、まあ、部署同士の戦いっていうのが繰り広げられているみたいな、担当同士の戦いみたいな、まあそういうのが、まあ出ているってことは、つまりまあ、すぐ見える結果をやっぱ欲しがってしまいますから、どうしてもそういう風になっちゃうのかなっていう風には思いますね。最近まあ、ポケモンイナイトが始まったじゃないですか、自分ちょいちょいしていたんですけれど、あれまあ、テンセントですよね。テンセントマジでね、うますぎる。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまいよね、そういう色々考えるのが。まあそういう部分考えていくと、エーペックスモバイル次出ますけれど、これはちょっと怪しくなっ ってきたのかなっていうふうには思いますよねで次ですね PS4 版シーズン19アップデートが来ません1年半して初めてですとこれねまあスイッチ版もそうでしたし PS4 版もそうだと思うんですけれどコンシ版ね多分切るつもりですよ、うん、これこの流れ見ると、まあ、早くあのスマートフォン版に来た方がいいと思いますねまあスイッチ版とか特にまあ売上げが上がっていないっていうのももちろんあると思うんですけれどコラボレーションがですねバレてしまう原因になってしまってますよねここにあるだけでリスクなんですよということはつまりもうやめてしまった方がいいんじゃないっていう風に現状ですねなって しまってると思うんでこれはちょっとねもう察した方がいいと思いますで次ですね公約行動戦績の見方が変わって競技コインが受け取れなくなりましたと競技コインの方は下にですね真ん中下にシーズン19って書いてあるでしょうここを押すんですよね押すとこうやって2つ出ますんでこのランキング戦の方を押すと受け取れますねボーナスを見るっていうところから押してまあ、こっちから受け取りが可能という感じになってます